皆さんこんにちは。今回はですね、こちら大殿様ですね。大殿様違いますよ、大殿筋です。大殿筋、お尻にある筋肉ですね。お尻のことを殿部と言います。でその殿部にある大きな筋肉なので大殿筋ですね。まあそれ以外に殿部にはですね、中殿筋とか小殿筋っていう筋肉があるんですけども、今回はこの大殿筋をピックアップしてやっていきたいと思います。じゃあこの大きな大殿筋ですね、棋士としてはやっぱり大きなだけあってですね、棋士が広いわけですね。まずは腸骨翼の外面、そして仙骨の後面、そして仙結節靭帯、場所的には仙骨からぐーっとですね、腸骨翼の方まで広い棋士を持つ筋肉にもなってきます。じゃあこの大殿筋、停止としては殿筋素面、大腿骨ですね、殿筋素面、そして一部は腸結靭帯となってですね、膝の方に伸びていく筋肉です。でこの大殿筋ですね、作用としてがすごく面白い筋肉なんですよ。僕の中で一時すごいブームになった筋肉です。一番大好きな筋肉はですね、大腿筋膜張筋なんですけれども、2番目何かなって言われたら、もしかしたらこの大殿筋が入ってくるぐらい僕この大殿筋大好きです。じゃあこの大殿筋ですね、どういうような作用を持つのかといったらですね、まず股関節の伸展ですね、お尻をぐっと縮めればですね、股関節が伸展しますね。それ以外にここ外転内転作用を持つと、まあ、あとは外旋作用ですね。外旋がかわいそうですけど、なんで外転も内転も持つのと、要は外転と内転、足を広げる閉じるの動きですね。これ全く真逆の動きなんですよ。なのにこの大殿筋というのは両方を兼ね備えていると。どういうことか、これ大殿筋の上部繊維と下部繊維だとですね、繊維の方向性がですね、ちょうど大腿骨につながる場所ですね、ちょっと変わってくるんですね。なので大殿筋の上部繊維上の方はですね、股関節の外転に作用するんですが、大殿筋の下部繊維の方はですね、股関節の内転に作用するといった面白い筋肉になってくるわけですね。でこの筋肉ですね、やっぱり鍛えてあげたりするとですね、まあヒップアップ効果も期待できるので、よくねスクワットとかで鍛えられる筋肉でもあります。そしてこの筋肉ですね、もちろん硬くなってる方もやっぱ多いですよね。じゃあこの筋肉硬くなってしまうとどうなるのか、骨盤の後ろ側にある筋肉ですので、この筋肉が硬くなってしまうと骨盤が後傾してしまう、カウンターニューテーションですねになってしまう筋肉でもあります。ですので骨盤が後傾しているような方で大殿筋が硬くなっているような方が結構いらっしゃいますので、そういうところですね、しっかりとほぐしたりとかですね、ストレッチがかけられるように、まずここの大殿筋の触診の方ができればなと思います。ではちょっと実際にやっていきましょう。大殿筋はお尻にある一番大きな筋肉です。棋士としては腸骨翼、仙骨の方からですね、殿筋素面プラス腸結靭帯にかけて伸びている筋肉ですね。この筋肉、殿部に手を置いてあげれば触れる筋肉なんですけれども、筋繊維の方向がですね、上側上部繊維はもちろん外転方向につながる繊維をしています。ただ下部ですね、なので仙骨の方から伸びている繊維はですね、これは内転方向に作用してくる筋肉でもあります。なので肩関節にある三角筋と一緒で反対の作用を持つ筋肉なんですね。ですのでもちろん触診の時には手を置いてあげれば触れるんですが、この筋肉をしっかりとほぐしてあげること、上部繊維そして下部繊維幅が広いのでしっかりと全体的にほぐしてあげたりすることで股関節の動きが良くなったりもします。